はいはい、おかえり、トールくん。ただいま帰りました。しぐれさん、大ニュースなのです。ん？何が？すごいのです。素晴らしいのです。キョウくんが王子様なんです。あ、本田さん、それじゃ伝わらないから。ああ、ユキくんもおかえりなさい。ユキくんは魔法使いさんなんですよ。え？嘘、ユキくんって魔法使いだったの？それは知らなんだ。なわけないだろ、劇の話だよ。劇？あ、はい、そうなんです、劇の話でして。すみません、何やら嬉しくて舞い上がってしまいました。文化祭で俺たちのクラス劇やるんだよ。それの配役が今日決まったんだ。うわー、あ、どうされました？すごい、今白タイツ履いた京くん想像しちゃった。想像すんな。あ、京くん。トール、お前な。は、はい。なんで劇のことなんざしぐれに教えんだよ。こいつが知ったら面白がってネチ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 。おかえり、京くん、タイツ履くの？こういうこと言うんだよ。こういうやつなんだよ。でも。そんな隠しておけることでもないだろう。諦めろよ、王子様。うるせえ、黙ってろ。ていうか君ら、そんなとこ突っ立てないで座ったら。そしてもっとその話詳しく教えて。はい、逃げない、キョウくん。ね、話せ、足。くだらん会話に参加するつもりはない。トルくん、お茶入れよっか。みっちゃんから美味しそうなお菓子差し入れてもらったんだ。あ、はい、ただいま。差し入れてもらっておいて仕事はしないんだね。どうしよっかな、今日風邪吹いてるしな。お前はどこぞの大王か。参加するつもりは。で、落ち着いたところで話の続きだけど、演目は何なの？王子と魔法使いってことは。シンデレラです。ああ、なるほど、シンデレラね。隣のクラスは水戸黄門です。ああ、なるほど、水戸黄門ね。生徒会長さん、そのめちゃめちゃ開きのある演目の選考基準は何なの？全生徒に希望募ったらそうなったの。バカばっかだ、あの学校は。あ、やっと口聞いた。京くん、そんなに嫌なら断ればよかったのに。断ったよ。だけどあのバカクラス、ちっとも人の意見を聞きゃしねえ。お前と一緒だ、しぐれ。八つ当たりしないでください。京くん、まったく。王子役が京っていうのは満場一致の結果だったってのに、いつまでもそうやって抵抗してるのみっともないと思わないのかな。これ見よがしにうざいため息ついてんじゃねえよ。ゆきくんは候補に上がらなかったの？上がりましたよ。ですが、俺は生徒会の仕事もあるからね、断った。そのしわ寄せがなんでか俺に来たんだよ。でも京くん、王子様役なんてすごいですよ。メインなのですよ、準主役なのです。師匠さんもさぞお喜びに。教えんなよ、絶対教えんなよ。でも教えんな。誰がそんなふぬけた姿見せられるかってんだ、よりによって師匠に。お喜びになりますのに。まったく照れやだね。やってみればいいじゃない。使い古されたセリフだけど、人生何事も経験だよ。で、一言だと思って。しぐれは何に対しても一言だろ。あれ、ていうかシンデレラ役は誰なの？あ、トールくん。え、まさかそんなわけはないです。違うです、シンデレラ役は花ちゃんです。え、マジで？マジで。そっか、シンデレラがサキちゃん、王子がキョウくんか。だから想像すんな。頑張って、京くん。頑張れ、王子。京くん、頑張りましょう。トールはともかく、今日ほどお前ら二人に殺意を抱いたことはない。それで？はい、それでとは？トールくんが何やるか聞いてないけど、何かの役じゃないの？あ、私は本田さんはママ姉、意地悪なお姉さん役。できなさそう。え？できねえな。できないだろうね。なぜですか？私一生懸命頑張るですよ。でもね、意地悪でしょ？嫌なやつでしょ？嫌なやつってなかなかどうして根性で決まるよ。そうだな。説得力あるな。なんで僕を見るかな、二人とも。
根性ならお任せください。根性ならあります。多分お前の言ってる根性とは違う意味のものだと思うがな。頑張ります。海よりも底なし沼よりも深い最高級の意地悪をお見せいたします。ご期待ください。えらい、トル君はえらい。苦手なことにもチャレンジするその精神、美しいね。いえ、そのようなお言葉。おいおい、大丈夫本田さん。京くんさ、トール君だってこんな前向きにあからさまにできなさそうな役にチャレンジしようとしてるんだからさ、君も頑張んなきゃ。王子役白タイツ。しつけえなてめえ、タイツから離れろや。あのでも、クラスの皆さんがあんなにたくさんの人たちが京くんを選んでくださるというのはすごいことだと思います。奇跡のようにすごいことだと思います。京くんが皆さんに好かれているという証です。来た来た、トール君のかなり天然な鶴の一声。折れるかな。折れるだろう。ですから、つまり。わかったよ、わかった。ああ、折れた。早い、そして弱い。やればいいんだろ、やれば。だがな、絶対笑うなよ。あとしぐれ、お前は死んでも見に来んな。えらい、トール君、よくやりました。え、とりあえず一件落着かな。まったく手間のかかるやつ。そうだね。あとは誰に舞台のビデオを撮ってもらうかだな。え、撮るのビデオに。当たり前でしょ、そんな面白げなネタ見逃せないでしょ。陰険。いや、それほどでも。褒めてない。はい、じゃあシンデレラの花島さん、ママ母の木下さん、ママ姉の本田さん、今言ったところから始めるわよ。はい、スタート。ちょっとシンデレラ、お城で開かれる舞踏会は明日なのよ。さっさとドレスを仕上げてちょうだい。まったく薄のろなんだから、お前からも何とか言っておあげ。はい、早く仕上げてしまわれないと。夕飯をぬかざるを得ません。泣くな。嬉しい、お姉様、私のために泣いてくれるのね。何喜んでんだ。はい、ストップストップ。うるせえな木下、細かいことやいや言うなや。はいはい、魚谷さんもストップ。友人王子の出番はまだだから。そうよそうよ、引っ込んでなさいよ。それよりちょっと本田さん、あんた分かってんの？あんたは意地悪なのよ。意地悪な姉役なのよ。はい。じゃあいじめろ、いじめ抜け、再起不能になるまでシンデレラをいたぶれ。うわすごいな木下さん、熱入ってるね。ゆきくん、ゆき生徒会のお仕事に出てたはずじゃ。うん、でもちょっと様子見に。いつからご覧に？え、木下さんがいじめろとかいろいろ言ってるあたりからだけど。いやー、見ないで見ないで、ゆきくん。え、待って、みなみ。傷は浅いぞ木下。みなみ。はーい、みなみ町です。どうしたの？調子悪いの？悪いと申しましょうか。私は絶好調よ。ミスキャストっつうかな。そもそも主役が花島って時点で間違いなんだよ。な、いたのかお前。いたよ、悪かったな。でも、すみません京くん。ご期待くださいと言っておきながら、私は全然頑張りが足りません。足りる足りないの話じゃねって。できると思う方が無茶だって。そうだぜトール、気にすんなよ。だいたいトールがママーの役になったんだって、木下たちの嫌がらせなんだからよ。プリンスユキの陰謀ね。え、何のこと？こっちの話。ま、人を陥れといて自分もママ母通役になっちまったわけだから、因果応報だな。人を呪わば穴二つ。ですが、このままでは皆さんに多大なるご迷惑を。迷惑なんてしてねって。それに
さっきのトールの姉役もある意味キャラが立ってたぜ。そうよトール君、キャラなんてぶっちゃけ立ったもん勝ち。目立てば設定なんて後からついてくるものよ。うわ、ぶっちゃけすぎじゃ。自分が思う通りに演じればそれでいいのよトール君。私も自分の思う通りに役を演じるつもり。そう、シンデレラのドレスだってもちろん純黒よ。純白じゃなくて。つまりいつもの花島と変わんねってことだな。いいのかそれで。花ちゃん、ありがとうございます。私もう一度チャレンジしてみます。花ちゃんの姿勢を見習って。見習うのかトール君。花ちゃん、なんか舞台の完成版が頭に浮かんできた。奇遇だな。私もだ。めちゃめちゃになるってことだな。待ちに待った文化祭当日。ああ、ついに始まるのです。始まるのですね、プリユキの皆さん。はい、モノコ先輩。ユキ君によるユキ君のための舞台が始まります。そうです、そうなのです。ビデオ班、準備はよくって。はい、一つ見逃しません。見逃してはなりませんとも。ユキ、ああユキ、あなたはなぜにユキなのでしょう。私の心をくすぐる白く気高き姿は雪のごとく降り注ぎ、あまねく山々さえもその神々しき魂の片鱗に打ち震えつつ、それすらも凌駕する。副会長！うわー、びくった。後ろからいきなし怒鳴らんでよな。何じゃないですよ。やっぱりここにいましたね。あんた生徒会の仕事ほっぽって劇なんか見る気ですか。うんじゃない。だってユンユンの晴れ舞台だし見逃せないし、なおもちょうど来たなら見ていったら。ああ、でも席空いてないから立ち見になっちゃうね。見えないね、チビだからね。チビって言うな。おもろいよきっと、シンデレラっぽいもの。はっぽいものって何ですか。シンデレラっぽいものだから。何がぽいものなんですか。これより2年 D 組の舞台シンデレラっぽいものが開演します。皆さん席に座ってお待ちください。あ、タイトルなのか。始まり始まり。昔昔あるところにシンデレラという名の美しい少女がおりました。シンデレラはもろもろの事情によりママ母とママ姉にいびられる日々を送っておりましたが、心根も美しいシンデレラはけなげに謙虚に暮らしておりました。そして今日も薄暗い台所の隅で空腹と涙をこらえながらママ母に命じられた仕事をこなしているのです。シンデレラ、シンデレラ。ママ母の声が響きます。シンデレラの運命やいかに。シンデレラ、どこに行ったの。シンデレラ。シンデレラさん、どちらですか。ドレスはちゃんと仕上がったの。お城で開かれる舞踏会は今夜なのよ。シンデレラ、出てきなさいっての。私はここ。え、でどこよ。うん、いい匂い。やっぱりお茶はウーロン。なに、のんきに茶しばいてんねん。あるいは昆布。知るかボケークラ。お母様、落ち着きましょう。そんな舐めた態度取ってるってことは、頼んどいたドレスはちゃんとできてんでしょうね、シンデレラ。できたと言えないこともないわ。え、なに、そうなの。どこよそのドレス。あなたの後ろに。これは布なの。雑巾なの。なぜにウエストから葉っぱが出てるの。胸毛とも取れるこのもじゃもじゃはいわゆる何なの。褒めてくれても構わないのよ。死んでも褒めんわ。どういうありさまやねんこりゃ。独創的な作品ですね、シンデレラさん。まあお姉さまったら恥ずかしい。独創的なの、それで片付けるの。ねえこれを。お母様、
素人にドレスなんて作れるはずないじゃない。体張って笑いを取りに行きたいのなら止めないけれど。取りじゃないわ。話の進行上あんたに頼まなしゃあないね。そうだわ。そんなことよりお姉さま、一緒にお茶はいかが。ああ、よろしいのですか。おいしいウーロン茶を取り寄せたの。ちょっとシンデレラ、あんたそもそもなんでそんな優雅な暮らししてんのよ。あ、おいしい、おいしいですウーロン茶。あんたも何ヘラヘラ茶すすってんのよ。でも本当においしいのですよ。今夜はお城の舞踏会。流れに流れた噂では、その舞踏会、王子のお嫁さん探しも兼ねているとあり、自分の娘を玉の輿に乗せ左内輪で暮らしたいママ母は躍起になっておりました。くそ、拉致が開かない。お姉さまに何をするの、お母さま。お前の大事な姉ちゃんは預かった。返して欲しけりゃさっさとドレスを仕上げるんだね。お母さん、一気に悪です。お姉さま、ああ、なんてことなの。お姉さまが人質に取られてしまうなんて。これがミュージカルなら、動物相手に歌の一つも歌いたくなるほどの悲劇。すべては、どこぞの王子が舞踏会なんて寝ぼけたイベントを開くせいだわ。許すまじ、王子。シンデレラも、まだ見ぬ王子に違う意味で高鳴る胸を抑えられないようです。ああ、私も舞踏会に乗り込めたなら。けれど、お母様たちのドレスも仕上げなくてはならないし、困ったわ。お茶でも飲んで気を落ち着かせましょう。大丈夫さ。まあ、誰の声。心配いらないよ、シンデレラ。静かにしてください。窓のフラッシュを咲かないでください。ユキコーン、息きれい。きれい、いいえ、そんな言葉では言い尽くせない美しさ。あれは天使。そう、まさに天使の輝きです。ユキ、びっくりした。目がチカチカする。で、こんばんは、魔法使いです。言ってはなんだけれど、少し間抜けな自己紹介ね。失礼しました。なんだっけ。そうそう。心優しきシンデレラ、今夜はそんな君のためにどんな願いも叶えてあげるよ。まあ、どんな願いも素敵。私の願いはただ一つ。舞踏会場を灰になるまで燃やして。それは犯罪です。もう少しソフトで純粋な願い事にしてください。純粋？そうね。じゃあ、焼肉食べたい。純粋すぎて脈絡ない。シンデレラ！あら、いけない。お母様が。お母様、少し、苦しい、いやもう。さあさあさあ、ドレスはできたでしょう。ねえ。ドレスだわ。ちゃんと、私と娘の二人分ある。まあ、いつの間に、あなたの力なの、魔法使い。俺の姿は今、お母さんとお姉さんには見えてないんだ。あのドレスは俺からの贈り物だよ、シンデレラ。あら、なんだか悪いわね。ちょっと、シンデレラ？はい、お母様。怪しいわね、このドレス。本当にあんたが作ったもんなの？どういう意味かしら。まさか、誰かから買ったとか、盗んできたとかじゃないでしょうねってことよ。これは困りました、シンデレラ。魔法使いからの贈り物と正直に言うべきか言わざるべきか。さあ、どうする、シンデレラ。困ったわ。
シンデレラさん、すごいです。え、素晴らしいです。こんな素敵なドレスをお一人で作られるなんて、お上手です。あら、嬉しい。私の手作りのドレスをそんなに気に入ってもらえて。おーっと、シンデレラ、まんまと自分の手柄にした。黒い、ふん、まあいいわ。じゃあさっさとこのドレスに着替えて舞踏会場に行くわよ。あのシンデレラさんは留守番に決まってんでしょ。ふえ、あのでもそんな。グッジョブ、魔法使い。あえて言及はしないけど、とにかくお母さんたちの問題はなくなったわけだし、本題にちゃっちゃと入ろうか。本題？君の願いを聞くことだよ、シンデレラ。さあ、願いを。焼肉。はい、ちゃっちゃとカボチャの馬車に乗って、ちゃっちゃと舞踏会に行こうね。用意するよ。焼肉。半ば魔法使いに仕切られる形で、シンデレラも舞踏会に行けることになりました。さて、そんな舞踏会は今、盛り上がり真っ只中。ただ一人、王子だけが浮かない顔をしていました。おい王子、何ブータれた顔してんだよ。お前のために開いた舞踏会なんだぞ。誰か引っ掛けてこいよ。よりどりみどりちゃんよ。うるせえな、興味ねえよ。お前一人で行ってこいよ。お前、そんなんだから童貞なんだよ。だから、なんでてめえはそう恥じらいってもんがねえんだよ。今すぐどっかのコンビニで品ってもんを買ってこい。あ、心配してやりゃ、なんだその態度。お前こそ愛想ってもん買ってこいや。やんのかこらヤンキー。上等だみかん頭、その顎ガクガク言わせろ。首を絞め合うほど仲の良い友人王子の骨身にしみる説得も虚しく、王子の心は晴れず、誰に誘われても踊ろうとしないのでした。王子様。なんだ、今こっちは忙しいんだ。私と踊ってくださいませんか。わっ、うん、急に飛びのくなよ。この女がいきなり近づくからだ。王子様、私と踊って。いいか、そんなもん。他のやつと踊ってろ。踊ってください。断る。じゃあ王子様、私と踊ってください。だから断るっつってんだろ。いいえ、私と踊ってください。むしろ私と。なんなんだお前ら、うぜえな。消えろ。あの、踊らねえっつってんだろ。トール、王子様、役名以外の名前言っちゃダメです。あのすみませんでした、王子様、失礼します。え、ちょ、違う、ま、もちろん王子はママ姉の誘いも冷たく断るのでした。な、断るのです。おいおい、どうした王子、急に一人でうなだれて。俺、あ、俺なんでこんなことしてるんだろう。お前めちゃめちゃ素で落ち込んでんだろ。おっと、これは、あ、なんだ。なんでもいい、なんだっていい、帰りて。満を持してシンデレラの登場です。ここが舞踏会場。ドレスコロー。わー、お母様見てください、綺麗で素敵な方ですね。黒やりました、シンデレラ、一発で会場の視線独り占めです。つかみは OK です。おいおい、上玉のご登場だぜ王子、誘ってこいや。ちょっと黒いけど。ちょっとじゃねえよ、真っ黒だよ上から下まで。なんであいつ一人お悔やみ色なんだよ。やばい電波出まくりじゃねえか。あんなん絶対誘わねえからな。シンデレラの美しさに一目で恋に落ちた王子はダンスの誘いをするのでした。なんでだよ。するったらするんです、早くしてください。焼肉だわ。おい、俺と踊れ。断られた。何安心してんだてめえ。再チャレンジです王子。あ、
人の気も知らねえで勝手なこと言うな！うっせえな、さっさと行けよ。話が進まねえだろ。肩の力を抜いてナチュラルに声をかけるんですよ、王子。頑張れ、王子。なんでそんなアドバイスされにゃいかん。おい、取り込み中。今ちょうど焼肉がいい焼き加減。肉食いに来たのか、お前は。何？何か用なの？話をしないか、俺と。話？そうね、今夜は脳髄がうずくほど世界にはびこる電波が心地よいと思わない？頼む、もう少し会話が成立する話題を選んでくれ。あら大変、私はもう帰らなくては。よし、忘れないうちにこれを渡しておくわ。え？ガラスの靴よ、手がかりがなければ探せないものね。は？じゃあ確かに渡したわよ。俺が言うのもなんだが、情緒ねえな。おい、12時の鐘が鳴り終わると魔法が解けてしまうシンデレラは、身の裂けるような思いを胸にその場から立ち去り、もう少し食べたかった肉。王子のもとにはガラスの靴だけが残ったのでした。おい、どうした王子、真っ黒姫帰っちまったじゃねえか。で、何持ってんだ？あいつが履いてた靴。お前、靴フェチかなんかなのか？ちげえよ、あいつが勝手に置いてったんだよ。わかってるよ、あれだろ、それ手がかりにして探しに来いってやつだろ。ああ、なんかあいつもそんなことほざいてた気がすんけど、なんで俺がそこまでしなきゃなんねんだよ。てど、痛えよ。せっかく会えるチャンスが手元にあんのに無駄にすんのか、てめえは。それで男の看板背負ってるつもりか。おい待て、靴で人の顔殴っといて説教すんなよ。グダ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 、なんでお前は。そんなんだからどあ、何度も言うな。訴えんぞこの甘。やってみろや、セクハラ怖くてレディースの過去背負ってられっかってんだ。地元警察なんざ私の庭だ。お前、女なのか野郎なのか、ただの親父なのか、この際ここではっきりさせろや。このまま行くと R 指定にされそうな発言までしそうな友人王子の心優しき説得に、王子もついに揺れ動かされました。そう、王子も心の底ではもう一度シンデレラに会いたいと願っていたのだと。願ってない、思ってない、望んでない。それから王子は友人王子の協力のもと、町中の娘たちにガラスの靴を履かせまくるのでした。ガチンコでサイズの合った女性こそ彼女本人と思ったからです。そしてついにシンデレラの住む家にたどり着くのでした。この靴なんだけどさ、お前のもんと違うか？まあ、とても綺麗なガラスの靴ですね。この靴の持ち主をあそこでぶーたれてる王子が探してんだけどさ。探してねっての？あの、すみません、私の靴ではありません。ちょっとあんた、わおほほほ、ちょっとお待ちください。いいけどよ、あんまママ姉を乱暴に扱うんじゃねえぞこら。お母様、どうされました？バカね、あんた、見ただけで終わらせたらダメでしょ。いっぺん試しに履いてみなさい、もしかしたらスポット入るかもしんないでしょ。あの、でも、できません、そんな、私のものではないわけですし。入りゃいいのよ、入りゃ。そして見事、玉の輿に乗れりゃこっちのもんよ。でも、そんな。まだか。はーい、今すぐ。ほら、行くのよ、さっさと。でも、あの、きっとサイズが合わないと思われます。ちょっと、この子にも履かせてみてください。よっと。入った。入ったな。申し訳ございません。本当、私、花ちゃんと靴のサイズ一緒なんです。あれ、巣になってる。これはつまりどうなるんだ？サイズがあったわけだから。おめでとう、玉の輿。
やつがあいつの婿になるのかよ。これで私の老後も安泰だわ。ユキ君とじゃなけりゃどうでもいいのよ、こっちは。それは違うだろう。展開間違ってんだろう。おめでとう。心から祝福させてもらうわ。何よあんた、王子様と結婚したくないわけ？そういうわけでは、ですが信仰的にこれは。そうです、まだお一人シンデレラさんがいらっしゃるのです。お前も余計なこと言うな。でも乱暴はおよしなさい王子。あ、出た。花ではなくてシンデレラさん。お姉さまに危害を加えるものは私が許さなくってよ。そろそろ来る頃だと思っていたわ。そのガラスの靴は確かに私が置いてったもの。返しなさい。お前なんでそんな偉そうなんだよ。誰よりも偉ぶってんわよあんたが。ここへ来た理由も分かっていてよ王子。あ、なんだよ。お姉さまに結婚を申し込みに来たのでしょ。待て！なんでそんバカか！そんなわけねえだろ。いや、元をたどればそんなような理由だぞ王子、ここ来たの。違う。俺はそのくそ、なんなんだお前ら、さっきから人をおちょくって楽しんでんのか。バカだな王子。楽しいに決まってんだろ。とにかく違うぞ俺は断じて。本当に。じゃあまさか私と結婚を。悪夢だわ。悪夢通り越して地獄だこっちは。なんだその迷惑そうな顔は。あなた一体何がしたいの。お前こそ何がしたいんだ。なんかもうボロボロですね王子。久しく口挟まねえと思ってた矢先に吐いたセリフがそれか。あ、話は聞かせてもらったよ。わっ、やっと来たわね。シンデレラさん、お知り合いの方ですか？私の忠実なしもべよ。しもべじゃないです。魔法使いです。魔法使いさんですか。魔法使い様、素敵！で、話は聞かせてもらったんだけど、君と王子の結婚はうまくいかないなって結論に達したよ。あら、そう。えらいあっさりだな、おい。当たり前じゃねえか。どこをどう見たらうまくいくと思ったんだバカが。やかましい王子。王子様。シンデレラ、だからもう一度君の願いを聞きに来た。君の本当の願いは何？私の本当の願い、お姉様と焼肉屋を経営したい。え？肉かよ！最後まで肉ネタ引っ張んのかよ。では王子、お前がその経営をサポートしてあげなさい。お前が叶えてやるんと違うんか。なんて見事なお裁き。で、おい。素敵です、素晴らしいです、魔法使い様。あなたがお決めになったこと、子々孫々まで伝えられていくことでしょう。いくことでしょう。魔法使い様、最高、素敵、かっこいい。バカばっかだ。なんだってんだよな、結局は。すごいです、魔法使いさん。人気が終わりなのですね。ちょっと怖い。こうして、王子とは別の道を歩くことになったシンデレラですが、焼肉屋は大繁盛。ママ姉といつまでも幸せに暮らしたということです。やっと終わんのか。最後にシンデレラさんから一言お願いします。変な話。おい、ブラボー、ブラボー、ユキ。あなたの勇姿は未来永劫語り継がれることでしょう。いいえ、語り継がれていくに決まっています。決まっていますとも。ビデオにもパッチし録画しました。よろしくってよ。さあ、ダビングです。しまくりです。しまくりましょう。
そうか、しまくるのか。あんたが言うとどこまでも卑猥に聞こえるんですけど。でも面白かったね、舞台。そうですか、よかったですね。さあ戻りますよ。ぐったかー、キリキリ歩き。京くん、ここにいらっしゃいましたか。おう。お探ししました。気がついたらいなくなられていましたので。さっさと着替えて避難したからな。何？お前一人？電波とヤンキーは？お二人なら次の舞台を見に行かれましたよ。次？ああ、水戸黄門か。そうです、陰謀です。お前の認識ずれてねえか。え？なんでもねえよ。さっきはお疲れ。あ、はい、お疲れ様でした。京くん、とっても素敵でした。王子様、素敵か？はい、踊っていただきたかったです。踊れねえよ。私も踊れません。ボケボケじゃん。はう、回るか。どっかは頼む、何度も言わせんな。やることはやったし、正直暇だから一緒にそこら回るかって言ったんだ。はい、ご一緒いたします。そうかよ、行くぞ。はい。京くんは舞台どうでしたか？楽しかったですか？あれが楽しかったとか言ったら俺はマゾだ。はい。あ、いや、いい、過ぎたことはもういい。後に残るもんでもないし。しぐれさんがビデオを撮ってもらうとおっしゃっていましたよ。は？どなたかに頼んで撮ってもらうと。結局、どなたに頼まれたのでしょう。って、あれ！もみじだ！そういう話にすぐ乗るバカはもみじしかいねえ！あの、キョウ君、転ぶんやもん！もみじ！ただいま帰りました。あれ？しぐれ、それって…およ、お帰りなさい、ゆき君、トール君。それってシンデレラの…本当にビデオ頼んでたんだ。うん、もみっちに。はあ。え、あれ？ですが、あの時京くんが取り上げてしまわれたと思うのですが。ああ、あれダミーだって。抜かりはないね、もみっち。僕みたいだね。かわいそうなこと言うなよ。そうだね。わあ。何？どうしたの、トールくん。すごいです、テレビの中で私が喋っています、動いています。変な気持ちです。トール君、そんなタイムスリップした戦国の人のようなコメントを。それ具体性があるのかないのかわかんない例えだよ。しぐれさん、もう最後まで見られましたか？うん、見たよ、これで3回目。そんなに見たの？うん、暇だったし。仕事は？いや、風が吹いてるから。あの、ご覧になられていかがでしたか？面白かったですか？そうだね、面白かったよ、特に京君。でもさ、これってどこまでが台本通りでどこまでがアドリブなの？それは…なあ、演じた俺たちにもよく…変なクラス。なんでだ？京君！お帰りなさい。なんでこれがテレビに映ってんだよ。あれ？これって？この前の劇だよ。あの時ビデオは…ビデオというか DVD ね。どっちでもいい。とにかくそれはあの時叩き割って処分したはずなのに。なんでだ。全国放送されてるから。嘘だろ。嘘だよ。屋根より高く殴り飛ばして。まあともかく舞台お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。まあ楽しかったよ。普通だった。ところでトール君、今日の夕飯は焼肉がいいです。お前むちゃくちゃ花島の影響受けただろ。だってさきちゃんがあまりに肉肉言うから。はい、了解しました。今夜は焼肉に決定です。焼肉なんてとっても豪華ですね。お盆とお正月が一度に来たかのようです。大げさな。じゃあ買い物に行こっか。俺はこれから焼肉を見るたびクソったれな劇のことを思い出しそうだ。タイツ履かなかったんだね、京くん。履かねえよ。焼肉です。タイツ見たかったな。今日のプリンスユキの議題は何でしたか、木下さん。我が貝原高校に君臨する生徒会長ユキ君をいかに有意義に
誠実に、かつ女性らしく支援していくかです、元子先輩。そうです、そうですね、木下さん。それはとても重要な議題なのです。そもそも私たちの存在は、あそこを軽やかに歩いていくのは、ゆきくん、ゆきくん。ね、ああ、皆川先輩に木下さん。ゆきくん、授業が終わって放課後なのにまた会うなんて、なんかこれってすっごく失礼。こんにちは、ゆき。ごきげん、ルーシュ。こんにちは。ごめん、遊ばせ。ゆきくん、これから生徒会でしょ。頑張ってね、私応援してる。うん、ありが…私はもっと応援しています。応援していますよ、ゆき。はい、どうも。私はその2倍応援してる。私はその3倍、いえ10倍、あの空よりも宇宙よりも。木下さん、あなたちょっと差し出がましいんじゃありません？元子先輩こそなんかがっついてるっていうか、みっともないっていうか。あ、俺だ。ちょっといいですか？なに？うん、皆川先輩、木下さん、すみません、呼び出しです。そろそろ行かないと。まあ、そうでした、そうでしたね。ユキはこれから会長としての大事なお仕事が待っているのでしたね。私たちと来たらお邪魔してしまって。ごめんね、ユキくん。頑張ってね。うん、ありがとう。それじゃあ。ユキ、ユキくん。そう、振り返らないで。私の胸に甘き調べを打ちたもう、気高きあなたは、類類たる花の限りを尽くし、舞い上がる天使のような聖なる光を放ちつつも。だから何かける、しつこいなお前。すっごいね、毎日モテモテだね、ユンユンは。切る。切らないで。くだらないことでかけてくるなよ、充電もったいないだろ。あ、何それ、そのセリフケチくさ。今さっき女の子たちの攻撃から助けてやったの誰だと思ってんのかな。というかさ、お前、俺が見えてるとこにいるの？後ろにいます。あっ、おいっす。お前、ほんとバカ。さあ行こう行こう、防衛隊本部へ。生徒会室だろ、勝手に名前変えるなよな。ちょっと遅刻かね、またナオがギャンギャン怒りそう。ああ、そうだね。ユンユン。やあ、キミ。今日も素敵だね、ユンユン。キミ、ちょっとドキドキ。俺には挨拶なしですか？かけるは、嫌でも同じクラスで会うから必要ないもん。どうかと思うんですよ、僕は、その態度。それより、キミ、ナオはもう来てる？来てるよ。怒ってる？カンカン。レベルとしては？遅い！遅いんですよ、あんたたちは！いっつもいっつも！こんな感じ？おー、こりゃまた。レベル8くらい。7でしょ。じゃあ、間を取って、7.5？ 何ごちゃごちゃ3人でくっちゃべってんですか！どうせくだらないこととは思いますけど！まあまあ、なお落ち着いて。遅れたって言ってもたかだか数分なんだし、そこまで激怒しなくても。僕が怒ってる直接的理由は遅れたことじゃありません！ドーン！これです！何それ？すごいね。君も、さっき見てびっくりしたよ。この、木の切り株みたいなふざけたものを生徒会室の前に。なんだか居酒屋さんの看板みたいだね。よく中に運べたね、なお。重そうなのに。そんな、居酒屋みたいな、クソ重たい看板を、恥ずかしげもなく生徒会室のドアの横に置いたのは。俺です。そんなことわかってる！まあそうだろうな。タケルしかいないよね。笑い事じゃない！これは何なのかを聞きたいんです！居酒屋でも始める気ですか？未成年にお酒を勧める気ですか？居酒屋やんないけど看板だよ、看板。ここの。ほら、よく字見てみ、ちゃんと。文字は書いてありますけど。学園？防衛隊本部？ね、書いてあるでしょ。でしょって。ここは生徒会室だー！
なんだよもうぶっちゃけうっさいな。何がそんなご不満なの、ナオは。全てが、あらゆることが、あなたの存在が。でも、この筆文字、すっごい迫力ある字だね。でしょ？いい味出してるでしょ？いいと思わない？誰が書いたの？月丸さん。誰？うっそ、知らないの？月丸さんを。信じらんない。有名なんですか？うちのアパートの近所に住んでるじいちゃん。知ってて黙るか！へー、うまいね、じい。あんたも何感心してんだ！あ、ごめん。ナオが全部突っ込んでくれるから、つい。ナオちゃん、疲れない？疲れますよ！ですから即刻持って帰ってください！月丸だか星丸だか知りませんけど、そんな！老人パワーをなめんなよ、こんちくしょう！てんば！いて！ナオちゃん、マジうっさい。黙って。僕だってこんなガリガリ言いたかないですよ！あんたらバカだ、みんなバカだ、出てってやる、こんなとこ。アホー。ナオ、家出しちゃったね。どこの小学生ですかね、あの子は。あの、それよりこの看板どうするの？置き直すの？置いてよ。これ持ってくんのかなり大変だったんだからさ。こういうことに関してはえらい頑張るよな、お前。あの、うわ、マチ。あれ、いたの、マチ。さっきからいたよ、ずっと。君が答えてどうすんの。おいおい、マチ、理由はあえて言わないけども、今日はいつものマチの10倍話さないと、いつものマチの10倍存在目立たなくなるぞ。別に構わないよね。代わりに君がいっぱい喋ってあげるから。マチ、だからそこでうなずくだけじゃわからないから。構いません、わからなくても。それより、これ。何この紙？直訴？何の？会長に向けた誹謗中傷の紙です。え？中傷？なんですと？ある意味直訴じゃん。どれ、見せてみさい。こりゃまた程度の低いコメントですこと。でも嫌な感じ。ガラスハートなユンユンは砕けちゃうかな。うっさいな。なんて書いてあるんだよ。平たく言えば、バーカ、女みたいな顔してうざい、消えろって感じ。は？砕けた？砕けようがない、今さら。自覚してるし。ユキはそんな性分だな、ほんと。で、これ誰が書いたの？ワープロ打ちだけど。会議に出席する部やクラス代表の人たちの机の中に入っていたそうです。さっき数人報告にやってきて置いていきました。何それ、やること暗い、その犯人さん。一人で机にこそこそ入れたんかな。見たいな、その姿。カゲルも暗い。一人とは限らないんじゃない？複数犯かも。ああ、まあね。でもなんでユンユンの中傷が来るかな。君ならわかるけど。何それ、二人ともひどい。君、何にも悪いことしてないのに来るはずないもん。でも今日も女の先輩たちに囲まれてたじゃん。え？また？あれは違うの。お姉さんたちが勝手に怒ってて。あんた、この学校全員の男が自分に惚れてるとでも思ってんじゃないの？って言ってきたの。ひどいよ。君そんなことちっとも思ってないのに。だって、せいぜい半分くらいだよ。思ってんじゃん。半分ってのが逆にリアルだな。あの、あ、ごめん、マチ。それで、こういったものって今回が初めてなのかな？と思います。報告を受けたのが初めてでしたから。そっか。何にせよご苦労なことだな、高校生にもなって。あの、放っておくんですか？え、あ、そうだね。続くようだったら対処もするけどね。そうですか。どうして？別に。じゃあ、これ処分します。うわぁ、なんかマチってば、いつになく攻撃的な態度じゃない？そんなことありません。マチ？何？もしかして怒ってるの？怒ってなんかいません。でも、なんか怒ってる感じだぞ。怒ってない。そっか？気のせいか？怒ってない。こともない。どっち？会長が。え、俺？俺が何？会長が。不快に思わなくても。ちょっと皆さん！あれ、おかえりなお。おかえり。短い家出だったね。お土産は？家出じゃないし、お土産もないです。
バカ言ってないで、これ見てください。特にクラギ、今さっき報告を受けてもらってきたんですけど。ああ、また抽象文？もう見たよそれ。ネタかぶったね、ちびすけ。ネタ扱いしてる場合ですか。もう見たなら会長たちもクラギに注意してくださいよ。日頃の態度が良くないからこんなこと書かれて配られたりするんだぞ。クラギって。何それ、町の抽象が書いてあるの？そうですよ。まったく、これじゃ生徒会のイメージがますます悪く。貸して。本当だ。おいおい、女の子に対してこの文はないだろう。要約すると、ネクラの墓今ってことだよね。でも町って本当にそうだもんね。うわ、ちょっと君、歯に衣着せなさすぎ。で、マチ、これ知ってたの？知ってた。一緒に配られてたから。はぁ、じゃあその分はどうしたん？関係ないから処分した。関係ないって。マチ、なんで先にこれ見せなかったんだ？気にしてないから。怒らないのか？本当のことだから。本当のことなら放っておいていいのか？あの、会長。ユンユン、なんかすっごく怒ってる？怒ってないよ。怒っても仕方ないだろ。たく、どこの誰が書いたのか知らないが、いい根性してるじゃないか。絶対見つけ出す。すっごく怒ってるじゃないですか。怒りのオーラが見える。ああ、怒らせた。今から犯人の炙り出し作戦を実行する。は？え、作戦？作戦大好き。やるやる。あの、いざとなったら科学特捜班を雇ってでも見つけ出す。ユンユン、すっごい。やっぱりお金持ち。君、財力のある人大好き。家督呼ぶならダメじゃん、ユンユン。物的証拠破損させちゃう。ちょっと会長、生徒会の仕事は？そんなものは後でどうとでもなる。会長が言っていいのか、そんなこと。バカな王、俺たちが学園防衛隊であることを忘れるな。あんたも目行き来させて何アホなことほざいてんだ。あの、町も思い当たる節のある人物がいたら言うんだよ。待ってください、会長。会長こそ思い当たる人物がいたなら言ってください。え、なんで俺が？忘れたんですか、会長に対しても抽象文を書いたんですよ、この人物。ああ、そうだね。別にそんなことはどうでもいいよ。私のことはどうでもいい。さあどうする。とりあえずあれか、必殺技か。何の？そんなの持ってない。聞き込みだよ、聞き込み。地味だよ。君の真似しないで、キモい。仕事は？ああ、でも俺、聞き込みならいい協力者知ってる。そうなの？助かる。いやいや、ユンユンの人望のおかげでしょう、あれは。は？仕事。君もお話聞いてきてあげる。男の子ってみんな君に優しいから。人望ですな。人望なの？よし、君頑張っちゃうぞ。僕も頑張っちゃうぞ。仕事。ゆきくん。あれ、本田さん、魚谷さん、花島さんもまだ残ってたんだ。残っていたわ。やう、王子。生徒会の仕事か、ご苦労さん。仕事っていうか、あ、そうだ、一応。あのさ、この紙って見覚えある？ちょっと文面は見せられないんだけど。あ、いえ、ありませんが。てか、そんなどこにでもある紙っきり、逆にいつも見てるけどな。そうだよね。その紙。ん？どうされました？花ちゃん。なんだか、その紙から、とても程度の低い人間の電波を感じるわ。え？お、久しぶりだな、花島の電波情報。あのさ、花島さん、もう少し詳しく人物を絞ったりできるかな？めんどくさいわ。花ちゃんすごいです。私などちっともお役に立てませんのに、花ちゃんはすぐにお分かりになるなんて素晴らしいです。あら、やだわ、トール君ったら。私の手にかかればこんな問題。へのカッパよ。へのカッパって？今めんどいとかなんとか言わなかったか、花島。でも助かった、ありがとう、本田さん。あ、何がですか？相馬ゆき、さっさとその紙に触らせなさい。さっさと終わらせて、さっさとお団子屋にお団子を食べに行きたいのだから。私たちな、ああ、はい。お団子、お土産に買ってきますね、ゆきくん。
てか、おごれ王子、団子。さあ、楽になさって、真鍋さん。私たちプリンスユキは、ユキと親交の深いあなたを家族のようにお出迎えいたします。どうもっす。ご協力に感謝するっす。構わないわよ、真鍋くん。なんたって、ユキくんのためだもの。そうです、そうです。今まさに、プリユキメンバーたちが、その不届き千番な愚か者を探し出していますから。そりゃもう血眼に。いやー、でもほんと不届きっすよね。ユキの中傷ばらまくなんざ。ごもっとも。今回の議題にもちょうど合う活動内容になりそうですね、南さん。まったくですね、元子先輩。議題って？我が貝原高校に君臨する生徒会長ユキをいかに有意義に、誠実に、かつ女性らしく支援していくかです。なるほど。見ていらっしゃい、どこぞの犯人。見つけ出した暁には二度と天を仰げないようにしてあげますとも。二度と箸持って飯食えんようにしてやりますとも。二度とトイレに行けないように。二度と瞬きできないように。南さんたら、そんな張り切って。元子先輩こそ。大変だな、ユキも。ける。うっす、ユンユン。ここに、校庭にお前も来たってことは。そういうことかね。犯人が分かった。ああ、お疲れ様。いやあ、協力者のおかげだし、犯人の身柄が逆に心配かも。何それ。いやいや、それよりそいつは、犯人はどこらへん。ほら、あれ。今ちょうどボールを持った、あのメガネかけてる。はあ！え、何、捨てるやつ？あいつ、ショコラ、ハゲるタイプだ。おーい。いや、マジだって。俺わかるんだって、ハゲるタイプかハゲないタイプか。俺の予言百発百中当たるんだって。その証拠に、俺の近所に住んでるおっさん、俺に頭見られたくなくて必ず帽子を。お前、いっつもそんなこと考えながら人の頭見てんの？ああ、大丈夫、ユンユンはハゲないタイプだから。そりゃどう。そういや、ユンユンも将来は司令みたいに挑発にすんの？しない、絶対しない。あー、うわ、びっくりした。いつの間にいたの君。突然でっかい声出さんでよ。お前もだよ。ねえ、犯人ってもしかしてあのメガネかけた男の子？うん、そうみたい。え、何？君も何か予言したの？予言？そんなんじゃないよ。ただ君とお付き合いしてくれてる男の子の一人だなって。へえ。それはそれは。お付き合いって一人とするもんじゃないのかね、ユキくん。いや、俺は一人でいいと思うけど。すっごく君に優しくて、君のお願い何でも聞いてくれるんだ。すっごくいい人だよ。そら、いい人だな。お願い何でも聞いてくれるんだもんな。うん。あのさ、ちなみに君さ、あいつにユンユンのことなんか話したりした？そうだな、君にあんまり優しくしてくれなくて、君悲しくって傷ついてるんだって言った。君の言う優しいには答えられません。なんで？君の言う優しいは、使える男か使えない男かだからな。町については何か言った？あんまり君と仲良くしてくれないって。いっつも仏頂面してて、君嫌われてるみたいで悲しくって傷ついてるんだって。おいおいおい、君。うん、何？なんで二人とも呆れてるの？どうする。どうもこうも、間接的に町が被害を被っただけだったんだなってのはよく分かったけど。あのさ、ユキ、そもそも町もさ、ユキが悪く言われたのがムカついただけだと思うよ。何急に。マチが悪く言われ。ああ、マチ、まだマチも残ってたんだ。そろそろ帰ろうと思っていたところです。ナオは帰りました、怒りながら。ああ、まあいいや、いつものことだから。それよりマチ、犯人分かったから。え、分かったんだ犯人。なんてことはなかった。だからもう、あんなバカバカしいこと起きないと思うよ。
そうですか。あと、はい、ありがとう、怒ってくれて。それだけ。今日はお疲れ様、また明日ね。はい。会長。ん？私もありがとうございます。昨日の今日で気が早いかもしれないけど、何事もないって感じだね。よかった。君がちゃんと注意したんじゃん。あと、ブリ行きのお姉様方が。君に全面任すのはちょっと悪いっていうか、不安だったんだけど。いいんだよ。元凶は君なんだからさ。でも、あの犯人とどうなったんだろ、君。あれ？二人ともここにいたんだ。生徒会室好きだね。よう。今ちょうど君の話をしてたよ。え、そうなの？何何？どんな話してたの？いや、あの犯人とどうなったのかなって。ひゃー！やだー！ユンユンたら、やきもち？いやいやいや。穏便に話はまとめられたの？お別れしてきたよ。別れてるし。もともとなんか、うざったくなってきたところだったし、キリもいいかなーって。軽。ちゃんと別れられたんか？うん。普通にお別れしたよ。普通にってどんな？だからこれからはお友達でいましょうって。でもなんかうじうじ言ってきたから。君うじうじした人嫌いだから。うぜっつってんだろこのハゲ。へえ、やらかしちゃった。うわ、食らったんか。あいつも君のパンチ言ってよな。ご愁傷様。副会長！へいへい。って何してんの、ナオ。あんた、証拠にもなく、この青臭い看板を腐った。あれ、置いてあったっけ、その看板。気づかなかった。おお、すでに馴染んでるってこと？やったー。あんたたちが注意力散漫すぎなんですよ。今日こそ持って帰らないなら焼きますからね。焼き捨てますからね。うわ、ひどいこと言うわ、この人。どう思います、君さん。君のタイプじゃないな。タイプじゃなくて結構です。まあまあまあ、よくわかったから。じゃあこの看板は外に置かず中に飾る、そういうことにすればいいだろう。あ、いいね、それ可決。秘訣！僕は今すぐこのたわけた木の塊を消去したいんです。なお。なんですか。譲歩するってことも覚えておいて損はないと思うよ。譲歩って負けた感じがするのかもしれないけど、そんなんじゃないと思うよ。すごく自分にプラスになると思う。だからいつもそんなにゃー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 、どこぞの猫みたいに。猫？猫？いやまあ、あいつにもいろいろあるんだろうけど。ともかく今のままじゃナオがもったいないよ。なんだかナオがナオの良さを潰してるような気がしてならないよ。だから、これはやっぱ入り口に飾るということで。なんでそうなる！かける口挟まない。わかりました、わかりましたよ。もう勝手にすればいいんだ。でも入り口に置くのだけは認めませんからね。絶対認めませんからね。畜生、出てってやる。こんなとこ、え、足の小指をタンスの角にぶつけちまえ。あらら、また家出しちゃった。子供の教育は難しいね、ユキ。お前が油を注いだんだろう。まったく。ま、放課後になったらまたプンプン怒って帰ってくるだろう。だな。そうだね。俺たちもそろそろ教室戻ろっか。午後の授業始まるよ。おお、そんな時間か。では一時解散ってことで。かけるとは解散できなくて。いや、いや、言うなよ。じゃあまた放課後。えーす。後でね。の、マジ。こんにちは。どうも。今日は会議があるね。よろしく。はい。じゃあ放課後。あの、看板どうなるんですか。看板？居酒屋の看板。あ、いや、あれ一応防衛隊の看板であって居酒屋のじゃって。なんで？マチもあれ嫌？
捨てるのはもったいない。あ、マチ、もしかして密かに気に入ってたの？あれ、マチの趣味って変わってていいね。どうして笑うの？可愛いから。天然。そっか、わかった。じゃあやっぱあれは中に飾るってことで可決だな。外に置くとナオが怒るから。桜木くんは多分カルシウムが足りない。そうかもね。今度牛乳と煮干しをプレゼントしてあげよう。